こんにちは、ポイ活投資チャンネルです。本日の動画のテーマ、エアウォレット新規登録とローソンのキャンペーンご紹介となります。新規ユーザーは3500ポイント、既存ユーザーは1000ポイントのキャンペーンとなっております。さて、5月20日月曜日であります。まずはじめに、エアウォレットとローソンのタイアップキャンペーンについてご紹介いたします。2つ目は、エアウォレットポイ活の事例をご紹介いたします。最後にお得なキャンペーンとなっております。ぜひ最後まで見ていってください。本日の動画でお伝えしたいことは2点となります。1点目です。エアウォレットでは5月14日から6月13日で新規ユーザー3500ポイント、既存ユーザー1000ポイントのキャンペーン開催中であります。2点目です。エアウォレットは送金手数料無料で大活躍いたします。ピンクをぐるぐるポイ活を今回ご紹介いたします。なお、ポイント獲得目的で大量の送金を行うとアカウント停止リスクがありますので、お気をつけください。本日の動画は、エアウォレットを活用して銀行グループポイ活を始める大チャンスといった内容となっております。目次1つ目は、ローソンとエアウォレットのキャンペーンとなります。今回のキャンペーンは、新規ユーザーの方で2000ポンタポイント、さらに全員に1000ポンタポイント、合計3000ポンタポイントであります。そして、後ほどご紹介いたします紹介制度からご加入いたしますと、500ポイントでありますので、合計で最大3500ポンタポイントであります。キャンペーン期間は5月14日から6月13日までとなります。では、今回のキャンペーンにつきましては、エントリーが必要となってまいります。そして、これから始められる方については、エントリーと本人確認、そして1万5000円以上のチャージするだけで2000ポンタポイントとなっております。こちらリスクゼロであります。さらに、ローソンでコインプラスでお支払いいただきますと、最大1000ポンタポイントとなっております。お会計総額の 20% 分が還元されてまいります。こちらで合計3000ポンタポイント。繰り返しとなりますが、紹介制度からご加入いただきますと500ポイントでありますので、合計最大3500ポンタポイントとなっております。そして、既存のエアウォレットユーザーの方につきましても、最大で1000ポンタポイントのキャンペーン開催中となっております。こちらもエントリーが必要で、ローソンでコインプラスでお支払いいただくと、最大で1000ポンタポイントゲットすることができます。お会計総額の 20% 分が還元されてまいります。なお、今回のキャンペーンの対象店舗ですが、ローソンやナチュラルローソン、ローソンストア100の店舗で利用がいただけます。では、次にキャンペーンの詳細となります。キャンペーン期間については、5月14日から6月13日23時59分までとなります。なお、今回のキャンペーンにつきましては、エントリーが必要であります。このエントリーの際は、リクルート ID が必要となっております。続いて、エアウォレットアプリをダウンロードいただきまして、コインプラスのアカウント作成、そしてリクルート ID の連携が必要となります。まず、一つ目の特典でありますが、エントリー条件をすべて満たし、期間中に課金を実施された方から2000ポンタポイントプレゼントとなっております。条件は3つあります。1つ目は、本人確認申請及び審査完了、金融機関口座の登録、期間内に累計1万5000円以上のチャージが必要となってまいります。続いて、2つ目の特典につきましては、エントリー条件を全て満たし、期間中に対象のローソン店舗にてエアウォレットで決済すると、決済金額の 20% 分のポンタポイントプレゼント、上限は1000ポンタポイントとなっております。さらに、5月20日から紹介制度のキャンペーンも開始されました。なんと、先ほどご紹介した新規入会3000ポンタポイントのキャンペーンと併用することで、500ポンタポイント合計で3500ポンタポイントをゲットすることが可能であります。なお、紹介コードにつきましては、ご覧の通り、こちらのコードをご利用ください。本動画の概要欄にも紹介コードを貼り付けております。ぜひとも紹介コードのご利用お待ちしております。目次2つ目は、エアウォレットポイ活事例のご紹介となります。ご覧の表は、当チャンネルおすすめの送金アプリとなっております。全部で4種類ご紹介しております。コトラ送金や今回のエアウォレット、プリンに J コインとなっております。なお、エアウォレットにつきましては、先ほどご紹介いたしました銀行に対応しております。イオン銀行につきましても、3月26日より対応開始しております。ご覧の表の通り、エアウォレットにつきましては、4大都市銀行すべて対応しております。さらに、ネット銀行でも、スミシン、SBI ネット銀行、PayPay銀行に、楽天銀行、イオン銀行に対応しております。さらに、ゆうちょ銀行も対応しております。そして、ライバルのプリンにつきましては、さらに多くのネット銀行で対応しております。スミシン、SBI ネット銀行、PayPay銀行に、楽天銀行、ソニー銀行、au 自分銀行、イオン銀行が対応しております。さらに、地方銀行の中に、駿河銀行も含まれております。プリンの方が対応しております金額が多くなっておりますが、次のページでご紹介いたします手数料の面では、エアウォレットが優れております。
では次に送金アプリの手数料をまとめました。エアウォレットにつきましては入金チャージは無料になりますし、出金送金につきましても無料となっており、完全無料となっております。次にライバルのプリンでありますが、三菱 UFJ、 楽天銀行、駿河銀行につきましては3回までの入金チャージは無料となります。4回目以降につきましては220円必要となりますのでお気をつけください。そしてこの3つの銀行以外につきましては回数無制限で無料となっております。次にプリンの出金送金となります。月1回まで無料となっており、月2回目以降につきましては220円必要となってまいります。ではここからはエアウォレットのポイ活事例をご紹介していきたいと思います。エアウォレットにつきましては銀行ぐるぐるポイ活で利用することができます。銀行ぐるぐるポイ活はご覧の表の通り、年間で 22,200 ポイントを獲得することができます。振込を受けますとポイントはいただけるような銀行があります。ご覧の通り T ネオバンクや第一生命ネオバンク、 SBI 新生銀行、楽天銀行通常支店と第一生命支店、三井住友銀行オリーブアカウント、みんなの銀行では振込を受けますとご覧の通りポイントがゲットができます。ただしこちらの銀行ぐるぐるポイ活の弱点は振込回数がとにかく多くなっております。ご覧の表の通り全部行いますと76回の振り込みも必要となってまいります。そしてこの76回の振り込みをどのようにして無料で振り込むかが重要な課題となっております。次のページからこの76回の振り込みについて無料で行う方法をご紹介していきたいと思います。ご覧の概要図は当チャンネルおすすめの手動振り込みにおける銀行ぐるぐるポイ活の全体像となっております。まずは上段側となります。 T ネオバンクと大生命ネオバンクではそれぞれ25回の振り込みを受けますと毎月500ポイント、2つの銀行で月間1000ポイントをゲットすることができます。25回の振り込みを2ついりますので合計50回の振り込みが必要となってまいります。この50回の振り込みにつきましては三井住友信託銀行からの振り込みをお勧めしております。三井住友信託銀行では住信 SBI ネット銀行では回数無制限で振り込み手数料無料となっております。次に楽天銀行の通常支店、第一生命支店、三井住友銀行、みんなの銀行であります。なお SBI 新生銀行につきましてはダイヤモンドステージの場合は50回まで振り込み無料でありますが、6月1日以降は10回振り込み無料に変わってしまいます。つまり楽天銀行の通常支店と第一生命支店で合計10回振り込みを行うこととなります。それ以外の三井住友銀行やみんなの銀行に関しては当チャンネルでは au 自分銀行プレミアムステージの15回振り込み無料をご紹介しております。そして今回キャンペーンのエアウォレットにつきましては楽天銀行からの資金回収部分で利用いたします。楽天銀行につきましては給与振込の指定がありますと3回まで振込手数料無料となりますが、給与振込がない場合は送金アプリのエアウォレットで無料で送金することが可能となっております。送金先につきましては住信 SBI ネット銀行をお勧めしております。理由でありますが、さらに SBI 新生銀行では5回の振込を受けますと毎月250円ゲットすることができます。この5回の振込につきましては住信 SBI ネット銀行ランク3の10回振込無料を利用するパターンをご紹介しております。そしてご覧の概要図のデメリットといたしましては au 自分銀行のプレミアムステージを活用していることとなります。このプレミアムステージにつきましては毎月何らかの作業が必要となってしまいます。 au 自分銀行で自分プラスのポイ活をされている方は非常に手軽でありますが、自分プラスのポイ活をされていない方はプレミアムステージの獲得が非常に難しくなってしまいます。そこで次にご紹介したいのが au 自分銀行ではなく住信 SBI ネット銀行を利用するパターンとなっております。この左側部分が住信 SBI ネット銀行となっております。ランク3を用いましてみんなの銀行に10回振り込みを行います。なお三井住友銀行に関しましては振り込みではなく定額自動入金で住信 SBI ネット銀行から三井住友銀行に資金を移動させます。この定額自動入金におきましても毎月200ポイントゲットすることが可能となっております。なお SBI 新生銀行の無料振込回数10回への改定や三井住友銀行の定額自動入金サービス開始につきましてはこちらの関連動画で詳しくご紹介しております。関連動画につきましては本動画の概要欄に URL を載せております。気になる方はぜひとも見てみてください。
6時、3つ目はお得なキャンペーンのご紹介となります。本日の動画でご紹介しました銀行ぐるぐるポイ活で利用いたします。銀行を大手のポイントサイトから新規発行いたしますと、ご覧の通りポイントがゲットできます。なんと全部の銀行を開設いたしますと37,600ポイントもゲットすることができます。これらのキャンペーンにつきましては本動画の概要欄に URL を貼り付けております。気になるものがありましたら概要欄から申し込んでみてください。さらに大手ポイントサイトでは新規に ID を発行し、条件を達成いたしますとポイントがゲットできちゃいます。まずは大手ポイントサイトのハピタスのご紹介となります。5月31日までの新規登録者限定ということで、6月末までに広告利用し500ポイント以上の獲得で最大1200ポイントプレゼントとなっております。新規 ID 作成につきましては、ぜひとも当チャンネルの紹介 URL をご利用ください。こちら本動画の概要欄にも貼り付けております。次に大手ポイントサイトのポイントインカムのご紹介となります。入会ボーナスで1000ポイント、交換ボーナスでも1000ポイントで合計2000ポイントをゲットすることが可能となります。紹介 URL、 紹介コードにつきましては本動画の概要欄に貼り付けております。最後に大手ポイントサイトモッピーのご紹介となります。お友達への特典ということで、入会後のミッションクリアで2000ポイントゲットすることが可能であります。こちらも紹介 URL、 紹介コードにつきましては本動画の概要欄に貼り付けております。